はようございます。ヒロ内藤です。いやー、やっぱりもう12月近くになるともう寒いですよね。もうこの先はやっぱりウィンターバッシング。もう水温が下がってる時のバスの活性が一番低い時、動きたがらない時のバス釣りを考えなきゃいけない時期に来てると思うんです。もちろん、その活性に合わせたルアーチョイスってあるんですけれども、今日はね、これを使ってみたいんですね。そう、僕の大好きなクランクベイト。クランクベイトを使って、どういう風に狙っていくと、冬のバス釣り、ストライク数を上げることができるのか。ここをね、テーマに考えていきたいと思うんです。いやー、ともかくね、クランクベイトで攻めてみる釣り、今日はやってみたいと思います。いやー、クランクベイトの釣りってやっぱりね、計算して考えることがすごい必要になるんですね。何を考えてどう調整していくか。ここがすっごい大事なんです。ウィンターバッシングでね、絶対クランクを使うんだったら、組むべきタックルっていうのは、ロッドはね、6フィート半ぐらいのクランクベイトが扱いやすいロッド。そしてラインは絶対ね、PE の1号だと思うんですね。なぜかっていうと、やっぱりね、当たり自体がそんなに大きく出ないことも多いんです。特に追い食いなんかの場合にはそれが言えることで、ナイロンだとね、まず持って相当慣れてないと当たりが取りづらいと思うんですね。なので、PE っていうのは、やっぱりすごく便利だと思うんです。当然 PE を使いますから、リーダーはナイロンの、まあ20前後。このぐらいを入れとくといいと思うんですけれども、大事なことはね、攻めていく段階で、自分の狙ってる 1.5 メーター。これをちゃんと攻め切るスピードをまず見つけ出すんですね。そうすると、通常の 6F を2メーターゾーンで引いてる時と比べると、リトリーブスピードがね、ものすごく遅いと思うんです。で、その辺はね、リールで感じ取れると思うんですね。そうそう、だから、リールもね、実は、ハイスピード側を使うよりは、ノーマルのスピードぐらいを使っておいた方が、寒い中、リトリーブスピードをゆっくりに落とすってのは結構大変なんですね。なので、そういった意味では、リールのギア比を調整しちゃった方が、やりやすいかもしれないですね。で、ともかく、水深 1.5 メーターぐらいを、ゆっくりゆっくり、藻があるんだったら藻面を小突くような形で、もうエッジを叩くというよりは、藻面の上をずーっと小突きながら引っ張ってくるぐらいのことを基本に考えるといいんですね。だから今僕がここ釣ってるとこも、僕がクランクベイト道場って呼んでる湖なんですけど、通常僕がもっとクランクベイトでガンガンに釣っていくときには、冒頭もうちょっと沖合に出して、水深も今狙ってるところよりも1メーター以上深いところをガンガンにこう攻めていくんですけれども、今はあえてその深い側を攻めないで、浅い側の魚を拾おうとしてるんですね。もちろんウィンターバッシングっていうのは、数釣りを狙う釣りじゃないんで、なんとか一匹付き合ってくれる魚を見つけていこうと。その一匹に出会えた時に初めて2匹目を探していこうっていうスタイルの釣りなんで、釣り自体はやっぱりかなりスローになることは覚悟しておかなきゃいけないんですね。でもだからこそ自分で狙って決めたポイントにそういうアプローチを組んでやっていくときにドーンって出てくれると、それが自信にもつながるし、嬉しさが倍増していくんですね。ウィンターバッシングでクランクベイトを使おうとする場合、いくつかのことをね、絶対に知っておくべきなんですね。まず最初、今日これが僕が使っている 6F なんですけれども、よーく見て、あれ？何かが違うって、どこが違うかがわかる人。その人はね、やっぱ鋭いと思います。近づいてよーく見てみると、
リップの裏側が随分削り込んであるんですね。そうなんです。このクランクベイト、落としちゃってるんですね。で、なぜこんな裏側を削り落として薄くしているかっていうと、薄くすることによって、クランクベイトが左右にこう頭を振るウォーブリングアクションを出そうとするときに、水の抵抗がないから首を振りやすいんです。首を振りやすい。つまり、リトリーブスピードを遅くしても、ちゃんとこうやって首を振って誘ってくれるんですね。その代わり、当然ながらプラスとマイナスがあるんです。削らない場合、なぜ、特にアメリカンルアーの場合には、なぜクランクベイトのリップがこんな厚くなってるのっていうと、一番最初にクランクベイトを作るときに考えることが、どのゾーンまで送り込もうとするかなんですね。極論で言っちゃうと、全く動かないクランクベイト、リップに当たった水圧を潜るために 100% 使えるクランクベイトってのは一番深くまで潜っていくんですけれども、アクションが出てないと、当然魚を誘ってストライクに結びつけることができません。そこで、どのゾーンまで潜らせた上で、どんだけのアクションを組み込むかっていうことをクランクベイトを作るときにはデザイナーが考えるんですね。で、そのバランスを持って、クランクベイトって出来上がってるんです。その時に、実はクランクベイト、もう当然ながらクランクベイトで釣れるシーズンの一番こう、なんて言うんだろう。クランクベイトが使いやすい状況の中に合わせて、そこで一番使いやすいクランクベイトっていうのを基本的には作るんですね。そうするとそれは決して冬じゃないんです。だから冬専用のクランクベイトっていうのを作る気なら作れるんだけれども、それを作ったところで、そう多くの人が使わないだろうとなると一番使い勝手のいいところにデザインの焦点を合わせてくるんですね。でも今日みたいな日、もう寒くて寒くてどうしようもない日、当然冬の間っていうのは風も出やすいんですね。そうすると例えばスモールラバージグだとか沈下率を下げたもう軽いウェイトのワームとか食わせるためにはプラスになるものが多くても風が吹き出すとラインが風で流されるからストライクが取りづらいんです。そうすると結局魚が食ってるか食ってないかがわからないと、ほっぽっとけば飲んでくれちゃうやつも出てくるっていうことを考えれば、魚を手にするっていう結果だけで言うとそれでもいいのかもしれないんです。だけども僕は個人的にやっぱり飲まれると魚が死ぬ確率が上がっちゃいますんで嫌なんですね。そうするとクランクを使うと、クランクの場合にはルアーを動かすためにリールを巻きますんで、それで作り出したラインテンションでルアーを動かしていく。つまり風がある日なんかはストライクがクランクベイトのようなスタイルのルアーの方が取りやすいんですね。そうするとじゃあ冬に向けた究極のクランクベイトっていうのは売ってないんだったら自分で作っちゃえばいいっていうのがここに行き着いた考え方なんですね。リップを削ることによって先行振動は浅くなっちゃうんです。だけど確実にリトリーブスピードを落としても動いていくんです。リトリーブスピードだけならもうフローターダイバーのルアーだったらばどんなルアーでもリトリーブスピードは遅くできるんですけれども、例えば4メーター、5メーター潜るスーパーディープダイバーのクランクベイトを 1.5 メーターゾーンでゆっくりゆっくり引くと、引けるんだけれどもルアーにアクションがきれいに出ないからストライク率が極端に下がっちゃうんですね。そうすると自分で 6F の場合、ここにある 6F の場合には通常使うゾーンがだいたい 2.5 メーターから3メーターなんです。限界先行振動でいくとそこまで行っちゃうルアーを、今日の僕はあえてそれを水深 1.5 メーターから 1.8 メーターで使ってるんですね。そのリトリーブスピードまで遅くした時にルアーがしっかり動いてくれるようにするためにリップの裏側を削っちゃってるんです。で、このルア
当然売ってません。だから自分でクランクベイトをひっくり返して裏側を鉄ヤスリでこう削ってもいい。僕の場合には自宅の後ろにグラインダーがありますので、ビーッと押し合って削っちゃってるんですけれども、こうすることによって自分の狙っているウィンターバッシングにぴったり当てはまるクランクっていうのを作り出すことができるんですね。ルアーはその機能を理解しておくと、自分がやりたい釣り場の状況、条件に合わせて何を変えればいいか、これがね、すごくこう発想としてどん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 湧いてくるようになってくると思うんです。一度そういうことをやり始めると、じゃあスピナーベイトでここを狙うんだったらどこをどう改造すりゃいいんだろうとか、ミノーでやるんだったらどんな風にチューニングしていったらいいんだろうっていうのがね、アイデアがいっぱい湧くようになってくるんですね。大事なことはそのファーストステップをまず作ってみることなんです。そんな時にクランクベッドっていうのは誰がやっても比較的安定して結果が出しやすいルアーでもありますので、自分のルアーを条件に合わせるっていうのを考えた時に、最初にいじってみると面白いのはこういうクランクベッドかもしれません。まあともかくウィンターバッシングで確実に魚を取るっていうことを前提にした時には、こういうクランク、スローリトリーブでもしっかり動いてくれるクランクベイト、あとは自分が行く釣り場、自分がよく行く釣り場の中でこのエリアを攻めたいっていうところにゾーンを合わせた場合、どのクランクを削り込んでいくのが一番いいんだろうっていうのは自分で少しずつやってみればすぐ答えが出ると思います。僕の場合には冬場なかなか釣りが厳しくなった時でも、水深 1.5 メーターぐらいにいる魚っていうのは比較的釣りやすいかなと思ってるところがあるんで、 6F を削ってこういうものを作ってるんですね。皆さんね、ウィンターバッシングで魚の状況って考えるとすごく面白いことが一つあるんです。それはウィンターバッシングに限っては、日の出から釣りに出るよりはもうお昼ぐらいから釣りに出た方が釣果を上げやすいんですね。大きな理由が2つあるんです。1つ目は、当然日の出の時っていうのはもう気温もガンガンに低いですから、当然水温もかなり下がってるんですね。それがお昼ぐらいになるともう氷水温でも数度上がってきます。そうすると当然魚も若干でも動きやすくなるんですね。それからもう一つは、人間側、僕なんか特にそうかもしれないけど、もう朝一日の出あたりっていうとね、もう体がガタ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 震えちゃって自分の体自体が動かないんです。だからやっぱりもうちょっと暖かくなって、少なくてもお昼ぐらいになってくると風がそんなに強くなければ結構ポカポカ暖かさを感じますんで、体も動かしやすいんですね。実はこれ、人間が高温動物だからそうなんですけれども、魚類、魚は、まあ、バスもそうですけれども変温動物なんですね。そうすると周りの温度が魚の魚体の温度を決めてしまうんです。この時に面白いことが一つあって、魚の例えば尻尾だとか皮膚からじわ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 その温度が伝わっていくのかっていうと、もちろんそれもありますけれども、意外とね、早く水温の、水温の変化を体の体温に合わせやすいっていうのは血の巡りなんですね。魚がエラから呼吸をして酸素を取り込んで、その酸素を取り込んだ血が体を回りますよね。その時にエラの中で血液もそのラジエーターみたいなもんなのかな、回ってくる過程で水温の温度を拾っちゃうんですね。そうすると周りが冷たくても吸い込んでる水が温かくなると体は温まりやすいんです。で、そんなことを考えると、実は透明度が高い湖と透明度が低い湖、どんな違いが出るんだろうっていうと、
実はね、氷水温だけで言うと、よくね、バスマンたちが、お、濁り水の方が氷水温上がりやすいよって話をすると思うんです。これね、間違ってないんですよ。濁ってる水っていうのは、水の中に、こう、漂ってる、こう、不純物というか、ゴミも含めて、そういうものに太陽の日が当たると、それが熱を持って、上から水が温まってくるんですね。そうすると、魚のいる、例えば、1.5 メーターのとこにいる魚にとっては、上から温まってくる水が、徐々に温まって、そこまで温まってくんないと、吸い込んでも水温が変わらないんです。でも僕がウィンターバッシングに行くとよく比較的シャロー側のボトムが黒っぽい場所を探して攻めたりするんですけれども、最大の理由は透過量つって透明度が高いところは日の光がこう入りやすいんですね。で、それがボトムの黒っぽいところに当たると一番そこが熱を持ちやすいんです。そうするとこの場合はボトムが熱を持ってくれると、そこにくっついている一番近いボトム付近の水の水温が一番最初に少しずつ上がりやすいんですね。そうするとボトムの方にピタッとくっついている魚は当然わずかに上がった水を吸い込みますんで、体温が上がるんですね。そうするとルアーに対しての反応も良くなりやすいんです。だから冬場のバス釣り、僕にとっては朝そう、なんて言うんだろう、慌てて急いで出かける必要もないなとは思ってるんですね。お昼頃出かけてって、一番こう水温が上がりやすいようなエリアを見つけながら、そこをクランクで攻めてったりするのが個人的には僕は好きなんですけれどもね。と同時にそれが僕にとってはやっぱり結果を出しやすいというところにもなってるんです。皆さんもバスを攻めるとき、自分の攻めようとしているバスの状況を思い描きながら、それを効率よく攻めるためにはどんなことを組み込んでいったらいいんだろうかっていうのを考えていくと、自信を持ってストライクを待ち続けることができるようになると思うんです。おっしゃ、いやー嬉しい、この寒さが全部吹っ飛ぶよね。嬉しい、ありがとう。おー嬉しいね、寒さがね一気に吹っ飛ぶ。うわー、でも魚も冷たいね。ありがとう、待ってたんだよ。いや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 、嬉しいね。でもやっぱりね、かなりスローでシャロー側をね引いてきたら出てきてくれた魚です。嬉しいな、ありがとう。うわ、バイバイ、寒いからな。あいやでも嬉しかった。ボトムをゆっくりゆっくりこう小突きながら来て、やっぱり反応してくれる魚をね待つしかないんですよね。これ水温が高きゃね、もっと簡単に釣れるはずなんだけどね。でも条件が悪いからこそやっぱりね価値ある一匹っていうか嬉しい。ありがとう。いやー出なかったか。うおでも寒い。今日のこのクランクベイトを使ったウィンターバッシングいかがでした？そんなねストライクがいっぱい出るということはないんですけれども、でもルアーの特性を理解してこの条件の中で使うんだったらどうやって使うべきか、これをね自分の攻めの中に組み込んでいく、そんなことを少しずつやり始めると
ルアーもどん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 その使うね、使い方が広がっていくと思うんです。ウィンターバッシングだからこそ、ことさらそれは学べると思うんですね。皆さんもいろんなこと試してみてくださいね。いやー、でももう一匹だけなんか釣りたいよね。食ってくんないかな。良さそうに見えんだけどね。